い、おのおのテストに採点ミスないか確認してください。先生の採点間違ってたら持ってきてください。先生、採点ミスありました。あら、ごめんね。どこ間違えてたかな。ここの 10-2 の問題なんですけど。いや、絶対書き直してるよね。明らかに3って書いてあったよね。バリバリ不正だ。本当に最初から8って書いてた。疑われてる。ひどい、ひどすぎるよ先生。僕そんなに信用ないの。まあ、実は書き足したんだけど。先生、疑うなんてひどい。なんでどっちだろう。どう見ても不正っぽいけど、もし違ったらすごく失礼だし、ここはハッタリかまして。先生の記憶ではもともと3って書いてあった気がするんだよね。なんだと。まさか覚えてるとは。先生の記憶力侮ったか。他の生徒と間違えてるだけじゃないですか。あくまでシラを切るか。本人が不正を認めない限りどうにもならない。これは泥沼になりそう。多分先生の記憶違いですよ。先生だって人間ですから間違えますよ。ゴリゴリをしてくる。怪我しても先生の記憶違いってことにしたいみたいね。ならば先生も本気出させてもらうよ。そっか、そうだよね。誠くんが不正なんかするわけないよね。先生信じてるから。道徳心に訴えかけてくるとは。胸が痛い。ごめんね、さっきは疑っちゃって。天使と悪魔が支えている。先生に謝りねっていう天使と、便乗して白木通れっていう悪魔が、どっちが勝つ。天使と悪魔どっちが勝つんだ。疑われてすごく傷つきました。悪魔が勝った。よし、もうご利用せ。僕は信用されてないんだなって。泣き落とし作戦。どう考えても不正なのに、よくそんな堂々と白木通れるね。誠くんに良心はないの。本当にごめんね。不正じゃないって確信を得たら、先生誠くんちまで行って謝る。だから逆に、もし不正だって証拠出ちゃったら、誠くんは何してくれる。まさか不正の証拠を握ってる。そうなのか。最初から不正と確信してて僕を試してたのか。だとしたらかなりまずい。もし不正だったら責任を負って転校します。引き止められると分かってるな。ずるい。誠くんどこまでもずる賢い。そこまでしなくていいよ。宿題倍増くらいにしとこう。痛いとこついてきた。現実的に可能なペナルティ。しかし甘い。結局僕が不正を認めなければ何の証拠もないのだから。いいですよ、3倍でも10倍でもどうぞ。認める気はなしか。もうこうなったら奥の手を使うしかない。最終手段、ビチカバチカの賭けに出る。あのね、誠くん、ずっと黙っててごめんね。実はそこの問題、間違ってたの誠くんだけだったんだ。いや、たかしも間違えてましたよ。バレてたか。チャンネル登録もよろしく。先生、説明してください。なんで嘘ついたんですか。まさかまさかまさか、僕のこと試したんですか。うん、ごめんね。だってどう見てもその回答書き足されてるんだもん。どうぞ、確信に迫ってきた。先生の優しい性格なら触れてこないだろうと油断してた。いやー、何のことですかね。動揺してる。よし、一気に畳みかける。ここで不毛な戦いを終わらせてみせる。チェックメイト。ペンの太さも筆圧も明らかに違うしさ。油断してたから何も考えてなかった。いやー、何のことです。元からこれだけ不自然だったら、さすがに採点中に記憶に残るはずなんだよね。先生も教師歴10年だからさ。教師歴10年、初めて聞いた。結構ベテランだったんだ。正直舐めてた。いやー、何のこと。みんなにも聞いてみようか。多数決で決める。ごめんなさい、ごめんなさい。もうそれ以上詰め寄らないで。僕の負けですから。いやー、何。誠くん、もういい加減本当のこと言って。宿題も倍増にしないからさ。ごめんなさい。お母さんに今回10点いかなかったらゲーム買わないって言われてて、それでつい犯行に及んでしまいました。うん、同情はするけど、不正して取った10点でお母さんは喜ばないよ。素直にこの点数を受け入れよう。そうだよね、ごめんなさい、反省します。うん、次のテストで頑張ろう。そしたらお母さんもきっと分かってくれるよ。はい、そうします。じゃあもう行っていいよ。他に採点ミスある人は。あの一応まだ他にも採点ミスあって、裏面のこことこことここなんですけど。いや、まだ諦めてない。お姫様、冗談でしょ。キスの前に目覚めないで、甘かな顔。